ファビオ・カルボーンはブラジル人レーシングドライバー。9歳の時にブラジル国内でカートを始め、16歳でブラジル国内のカート選手権で優勝する。1999年に四輪レースにデビューし、2001年からは活動の拠点をヨーロッパに移した。2002年からはルノードライバーデベロップメントに選ばれ、イギリスフォーミュラ3選手権を戦っている。 この年には FIA カップと呼ばれる FIA 公認のシリーズを超えた F3 世界戦の一つであるマールボロマスターズで優勝し彼の名前を深く印象づけることとなった2003年はユーロ F3 選手権を戦うと同時に同じく FIA カップである F3 マカオ GP に出場し予選でポールポジションを奪う活躍を見せた2004年は来日し セリボンドから全日本 F3 選手権に出場。2005年はヨーロッパへ戻ってユーロ F3 を戦い、2006年は再び来日して全日本 F3 選手権を戦うなど、ヨーロッパ日本ヨーロッパ日本と戦場を激しく移動している。彼のドライバーとしての評価であるが、FIA カップなどの大舞台では好成績を残すなど、ここ一発では強さを見せる反面。 調子の波が大きく安定的な結果を残せないでいる。2007年は、フォーミュラ日本にステップアップするとともに、スーパー GT500 クラスにも参戦し、ロイック・デュバルと外国人コンビを結成している。なお、コンビを組むロイック・デュバルも RDD 出身者である。イギリスフォーミュラ参選手権、フォーミュラ3ユーロシリーズ全日本フォーミュラ参選手権。 フォーミュラルの3.5シリーズフォーミュラ日本。ありがとうございます。